GX8 購入か。ちょっと待ってください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 。小沢さん小沢さん、僕の車です。そうなんです。皆さんこんにちは、コージー TV。 今回は大ニュースです。なんと小沢コージー CX80 を買っちゃいました。身内がというわけでですね、我が身内、愛すべき弟分がですね、なんと兄貴分を差し置いて CX80 を購入しました。おめでとうございます。で、まあおいくらでした？込み込みで590万円ぐらい。590万円ぐらい。まず現物を見ましょう。はいはい、1号車なんですって。はい、1号車です。1号車よく買ったね。ちょっと1番を取り、せっかくなら1番取りたいな。それなんか昔のクラウン買う金持ちの親父と同じじゃないですか。俺に1番先によこせっていう。あれと1番目が欲しかったのね。1番目行きたかったです。グレードは何にしたんですか？グレードエクスクルーシブモードです。あ、まずはクロス D にしたのね。そうです。クロス D、 スのディーゼルのエクスクルーシブモード。はい、はい、じゃあここに対面。はい、ではおめでとうございます。この度新車 CX80 を若干26歳で買った我が弟分なんですけど、はい、まずそもそもでもなぜ新車の CX80 を買う気になるというか、結構もう新車を買おうと決めていた、それとも車ありき、車がいいのが出たから新車で買おうと思った、どっちですか？どっちかというとライフスタイルが変わったので、うんうん、子供 が、ね、はい、去年生まれて、はいはい、タイミングで、で5の時に、あ、そう、今までは CX5 の中古車を乗ってた、中古車乗ってて、はい、でチャイルドシートがついてるんですよ、うん、で結構友達と遊び行くこととかも多くて、うん、でまあ、ゴルフ行く時とか毎回チャイルドシート外したりしたんですけど、うん、やっぱ面倒くさいので、うん、まあ、あんまり外したくないと、うん、ってなった時に大人4人乗るのが限界だったんですよ、はい、うん、じゃあちょっとやっぱ大きめの車、その時見てたのが CX8、うん、だよね、中古で見てたりとか、うん、ちょっと他社さんになっちゃうんですけど、まあ、アルファードのを中古で買おうかなって感じで、うん、まあ、どっちかというと新車にこだわりが強くあったわけではなかったのが正直なところです、はいはい、で、まあ、実際アルファードが見に行ってたんですよ、うんうん、でやっぱ乗り心地も良さそうだねって話になったんですけど、うんうん、うちの、はい、奥様が、妻がですね、はい、やっぱミニバンの形があんまり好きじゃないと。そこにそのバイアスあったんだ。はい、面白いねっていうのがありつつ、1番は初めて乗ったマツダ車、はい、ディーゼル、はい、で運転しててもすごい楽しいって言ってくれて、それはあなただけでなく奥さんも、はい、そこらは一致していたと。そうです、マツダのディーゼルいいねと、 SUV いいねと。そうですね、でかっこいいし、まあ、ディーゼルやっぱ家計的にも嬉しいので。あ、確かに。なのでやっぱりなんかマツダがいいよね、はい、で徐々に CX8 の方かなっていうシフトしてたタイミングで、はい、まさかの80が出るっていう噂を聞きつけて、うんうん、これじゃあもう新車で買うかって言って妻に相談してた時に、やっぱマツダが好きだっていうのと、すごい、ね、ディーゼルが好きだっていうところもあって、はい、しかも SUV なので、はい、じゃあ新車でじゃあちょっといろいろ見てみようかって話が始まって、そこは夫婦で割と一致したんだ。そうなんです、すごいですね。一人だけだったら買えなかったか、買えなかったと思います。むしろ逆に SUV 嫌いでミニバン好きだったら絶対今回はなってない。あ、そうだよね、その可能性の方が。結構奥さんだと両側スライドドアが好きだって人も、好きっていうか途中が便利だって人もいる中で、はい、じゃあ単尾派だったんですね。そうです、割と美しさを求める、はい、マツダのらしいお客さんだったと。グレースフルなんちゃらって言ってましたよね。はい、はいはい、そうなんです、はい、で、CX80 にして、うん、なんか予約なしで勝手にこのお店に来て、あ、そうなんだ、すいません、 CX80 の情報知りたいんですけど、はい、って窓開けて言ったら、じゃあご案内しますって言って、あ、教えてくれんだと思って、その時にあの担当の N さんとお会いさせていただいて、はい、からもうずっとですよね。それから何年前なんですか？いやいや、今年の5月ぐらいです。あ、5月、ね、なるほどね。その時には実は8月の頭には正式発表になるだろうという予定で、あ、はいはい、だったんですけど、そうですよね、はい、伸びましたもんね、うん、でそこから伸びて伸びて、ね、ご迷惑をおかけしちゃったんですけども、だから一時は納車が年内無理なんじゃないかって話になって、うん、あ、最初は10月ぐらいって話で、途中で1月2月がなるんじゃないか、うん、
ってなって僕はどん底に突き落とされて、うん、まだ待つのか、しかも僕の車も売れなくなるぞと思って、あ、なるほど、悩みに悩まくってたらまさかの10月10日に発売っていうふうに言われて、はいはい、再び絶好調って感じですね。けどお金に関してはじゃあこれ残クレですよね。残クレにしました、はい。だからそんなに月々はぶっちゃけどうなんだろう、どれくらいこう CX、まあ、5っていうのはあれですけど、もう当然中古の CX5 は払い終えてたっていうかあれですよね。それは社会人1年目の時に買って、特にその信用情報も何もなかったので、うんうん、そうか、親にお金を借りてそれを毎月返してたっていう感じ、はい、だったんですよ。なるほどなるほど。月々はいくらぐらい増える感じだったっていうと、月々が大体、はい、月々が、あ、ね、そうは言ってます、はい、これ頭金いくらいる、頭金が130万円、7年の残価型のスカイプランで今回お組みいただいてます。7年、はい、長いですね。長いです。7年後の残価率も非常に高いので、7年後で149万5000円、なるほど、の残価が保証されてます。じゃあこれならいけると。そうなんです、この残価を見たときに、うん、確かに残価7年で150万ってすごいですね。高いです。そんなに取れるの実際、例えば CX5 であったりとか、もう生産停止になっちゃいましたけど8だったりとかも、かなり5年プランの残価も高くこう推移していったので、マツダの価値は上がってきているんだと。だからそれは今までの CX5 の実績と、ね、あと中でも8の価値の高さ、はい、この SUV の7人乗り、はい、っていうところがやっぱり効いてて、それを正当に評価すると80もこれくらいいくという見込みに、はい、のもとに作られた残価。そうですね。そうです。なるほど。じゃあこの残価結構大きいですね。僕は本当これは声を大にして言いたいところがあって、はい、僕の前乗った CX5 が17年式、はい、17年式、24年に手放したのでちょうど7年乗ってる計算。7年も乗ったの？あ、いや、僕が中古で買ってるので、ああ、そうか、新車から7年の状態だったんですよ、はい、で、7万7000キロ走っていて、うんうん、売れたのが155万円。すごいね。こいちゃなんですけど、また後でじっくり聞きたいんですけど、60が残念なことにはなりましたが、基本最近のマツダ SUV はリセールがいいから、このいわゆる残価設定ができるってことですよね。はい、そう言うと思います。その公式のもとに作られたのがこの80の残価設定であり、この価格5万円以下、はい、やっぱすごいですね、これはね。で、あとは僕が今年の4月から正式に個人事業主、まあ、フリーランスになったので、はい、うん、いろんな銀行さんとか回ってみたんですけど、うん、やっぱりなかなか大きいお金がまだ確定申告1期目が終わってないので、分かる、できないと。そう思います。ってなった時にダメ元で相談してみたら、まさかの OK が出て。なるほど。しかも金利 2.99% っていうところで、はい、ね、これも残クレのいいところなんじゃないかなと思います。それで行こうと、はい、じゃあ次に悩んだのが、じゃあグレード選びと装備なんですけど、基本これ僕が言うまでもないんですけど、クロス D、あの CX80 は2のディーゼルのクロス D と、それにハイブリッドつけたクロス D ハイブリッドと、あと PHEV があって、 PHEV はちょっとまあちょっと論外のぐらい高いですよね。で基本的にはまあ一番安いモデルだと400万を一応切るんでしたっけ、はい、ただまあそれはクロス D の2のものなので、で大体まあ攻防戦は500万円前後ですよね。はい、そうですね。売れ筋のモデルは大体それぐらいです、ね。大体、まあ、改めて言うとクロス D がいくらからいくらでしたっけ。はい、クロス D が大体550万円から、600万円ぐらいの間の見積もりになる方が多いですね。それは全部入れて。はい、そうです。費用とか全部入れてそれぐらいになる方。じゃあハイブリッドになると、ハイブリッドになるとプラス80万円ぐらい、ね、プラス80万。はい、そんな中で K 君はどうしたんですか。僕はですね、まあ、ハイブリッドも結構やっぱ魅力的だなと思ったんですけど、うん、試乗車で60乗らせていただいた時に、はい、まあ、アシスト自体はあるんですけど、はい、まあ、なくてもいいかなっていう感じだったので、はい、まあ、スノーモデルにしようと、はい、これが7人乗りそうこれ、ね、にあえてしました、うん、7人乗りが選べるのかこれ と、 そうか、エクスクルーシブスポーツだけだったので、じゃあまずじゃあ2列目の形状が結構肝でした。肝でしたね、はい。選べるのが改めて言うと L、はい、L パッケージだとウォークスルー、ウォークスルー真ん中通れるタイプ、はいはい、でエクスクルーシブモードだと、コンソール付きの、2人乗り
か7人乗りになる、7人乗り要するにベンチシート、はい、そういう配列で、であなたの場合は子供がいるのでどういうふうに考えたんでしょうか。コンソール付きっていうのが、うん、うちのベビーがちょっと大きいので、うん、あのコンソールに干渉してしまうので NG、はいはい、なった時に L パッケージのウォークスルーがいいなって話をしてて、はい、でじゃあいざ契約の日に妻が、うん、そこまで契約直前まで L パケのグレージュナイスにしようと思ってました。かっこいいので。あ、本当？それちなみに価格いくら？これで、L パッケージにすると、まあ、車両本体でもいいですよ、ざっくり。本体ですと510万円ぐらい。510万ぐらいで L パケのウォークスルーが買える、はい、でそれで行こうと思っていた途中まで、でそれからからですね、契約の本当に10分前ぐらいですよね、うん、最後にじゃあ何しようかってなった時に、色とかいろいろね、はい、やっぱグレージ子供ちっちゃいから汚れるよね、うん、プラス、はい、基本2列で使って3列もあんま使わないよね、うん、でもウォークスルーにした瞬間に毎回毎回ちょっと人が乗るだけで3列目出さなきゃいけないよね、うん、めんどくさいよねっていう妻の一声で、うん、確かにそうだよね、エクスクルーシブモードにしますって決めました。え、そこでじゃあ普段はリアに荷物、3列目に荷物乗せるから、はい、後ろに3人乗れる方が、そうするとお子さん真ん中に、子供が一番左です、ね、左にして、で大人が真ん中と一番右と僕と妻が前の席に乗るって感じなんですけど、いつもって2人乗れてたところが2人乗るってなった瞬間に3列目を起こさなきゃいけない、はい、ってなるとやっぱ子供がいると荷物多いのでベビーカーも積みっぱなしなので、はい、それを毎回こうちょっとずらさなきゃいけないとかがめんどくさいよね。じゃあ本当にラゲッジが広い SUV として使おう、でこれになりました。じゃあ3列シートの意味はあんまりなくなってきて、あんまないです、はい、ただやっぱ家族旅行行くときとかに出せればいいかなっていう、はい、大人を2人乗せやすい方にしようというふうに、そうですね、パッと決まってもその時にエクスクルーシブモードになったと、はい、で価格いくら上がっちゃうんですか？40万円プラス。あ、ただその中に実はあのパーソナライゼーションシステム、はい、あれが標準装備になったりとか、エクスクルーシブモードだと、はい、なのであの実質 その価格差っていうのは30万円ちょっと切るぐらいと、うん、実際問題として販売で今の現場だと、はい、まあ、多分あの PHEV を選ぶ人結構少ないとは思うんですよ、はい、多分クロス D も多分彼と同じように革系になると思うんですよ、はい、あ、どういう選びが存在します？今のメインの今の選び方で多いのは、まずディーゼルハイブリッドを実際に乗ってみて、はい、でその後あのディーゼルを乗ってみて、うん、そんなにパワーの感じが変わらなかったら、うん、あえてハイブリッドを選ぶって方は少ないです。やっぱ少ないですよね、はい、やっぱりノーマルのディーゼルで十分だという方が多いです、うん、それはおそらく価格の部分も影響していると思います。そうですね、80万円ぐらい差っていうのは、はいはい、やっぱり CX-5 とか8からのお乗り換えの方が多いので、うん、あまり値段が跳ね上がってしまうと選びにくくなるっていうのもあって、うん、のでノーマルのディーゼルが多くて、でその中でもS パッケージのような布シートのタイプよりも、うん、その今レザーシートを選ばれる方の方が実は多かったりします。これはちょっとはっきりしたあの理由はまだわからないんですけども、はい、おそらくシートベンチレーションだったりとか、うん、あのそういった機能がついていることで、それを見積もりを出していくと、さっき申し上げたスカイプランにすると、うん、ほとんど月々の差がなくなってくるんですよ、うん、だったら上のグレードがいいよねって言って選ばれる方が多いです。じゃあ L パッケージとエクスクルーシブで悩んで、はい、参加設定だったりするとエクスクルーシブっていうのが多いです。じゃあ彼の選びは結構主流ではある、はい、ドミーハーみたいな。ただベンチシートとそのキャプテンシートはどうですか？はい、ベンチシートキャプテンシートは明らかにこれニーズが分かれていて、うん、やっぱりあのお子様がいらっしゃる方はベンチシートに落ち着く方が多い。そうなんだ。はい、あのグレードによって2列目の形っていうのがガチッと決められてしまっているので、このコンソールを選びたくないんだったらあの L パッケージしなくちゃいけないようだったりとか、グレードの縛りが強くなっているのが今回特徴なので、使い方によってグレード選びに影響が出てくる。なるほど。じゃあこれコンソールなしのエクスクルーシブモードがあったらそっちも売れましたか？売れると思います。真ん中のウォークスルーを選ばれる方の特徴は、ご高齢のご両親がいる方
はあ、都内ではそれが圧倒的に多いです。どういうことですか、はい、高齢の方が後ろ3列目座ることそうです。あの大体あのチャイルドシートがあったりとかするともうシートを前にスライドできないんですよね。なので真ん中を通るしかないので、ご年配のご両親をお乗せになるときには、はい、もうセンターウォークスルーがもう必須だっていう方が多い、うん、なるほど、ね、面白いですね。当店でももう10台ぐらいの予約が入ってるんですけれども、うち布シートのタイプを選んだ方は1人だけなんですよ。釣りをされる方なので。なるほど。革とかまずもったいないと。60じゃダメなんですかね。その方は長いタイプの竿だ。はい、竿の長さですね。面白いですね。はい、その方は S パッケージを選びました、うん、でその他の方はやっぱり L パッケージとイクスクルーシブ、正直トントンぐらいの今状態ですね、うん、で L パッケージを選んだ方は本当にセンターウォークスルーを選びたいから仕方なくって方が2組いらっしゃいました。じゃあこれでまた K 君に行くんですけど、はい、でグレードはそれで決まったと、はい、あと色と、装備的にはどういう悩みが。そうですね、装備としてはこれもまた妻の一声って感じなんですけど、妻大きな影響、はい、あなた結構すごいね素晴らしい。サンルーフなきゃやだなぜどうサンルーフなぜそんなに、けどまあそれはいいんですよ、そういう人結構いますから。単純に憧れいやあの何実際にあの使い勝手とか、はい、というよりもその憧れがあった。そこしかないですなんでそういう憧れあったの。例えば友達の、そうですね、友達の車に前に乗せてもらった時にすごいかっこいいなって思ってちなみにその車何ですか。ラブフォーでした。あ、意外なところで。だっておいくらが12万1000円。そんな高くないですよね。はいはい、で本当それぐらいで。あ、それだけで、あとは、まあ、ディーラーオプションっていうところで、もう最初何もつける気なかったって感じなんですけど、うん、やっぱりその ETC とかは、うん、まあそうですよね、右下にこう綺麗に入れたかったので、うんうん、頼みたかったんですけど、はい、ETC 2.0 じゃないんですよ今回。そう、そこら辺がまた微妙なあのせめぎ合いがあったみたいですね。そうなんです、はい、あのカープレイを使うので、はい、特にナビはまあ後からでもつけられるので一旦いらないって話になって、要するに最上級のナビ、要するにあのナビのソフトまでついているディスプレイまでいらないと判断したわけですね、はい、ね、要するにスマホ連携で使うつもりで、まあ、ある種、まあ、ディスプレイ的に使えればいいという判断がまずあったわけですね。はいですね、はいはい、で、もう12万1000円と5万3000円だけって感じです。ミニマムに抑えたと。ただやっぱり最初からいろいろ入ってるので、もうナビもそうですね、 SD カード入れなきゃ使えないですけど、うん、もう本体もついてるし、うん、何も必要なかったって感じなので、うん、そのあたりがやっぱ僕が松田さん好きなところでもあるのかなっていう感じですね、うん、じゃあそこら辺は大満足していると。大満足です、はい。はい、鍵ですね。これ俺一個持ってっていいんだよねじゃあ続けて給油口のご説明を先にします。はい、 CX5 は運転席のところのスイッチからガチャッと開けましたよね、給油口。そうですね、はい、そこから。だから最近のマツダの車はもう給油口のスイッチがついてないです。給油口を直接操作していただくようになります。条件があって、車のエンジンがかかってないです。あとは車のロックが開いてるときですね、に給油口のこのあたりを押してみてください。ちょっとこういうふうに開くようになります。メールとかみんな大体こういうふうになってるらしいですけれどもね。なので、もう運転席からガチャーンと開けるんじゃなくって、鍵が開いてる状態、エンジンがかかってない状態で直接給油口の蓋を開けてあげる、そういう仕組みになってます。で、エンジンをつけていただきます。じゃあ失礼します緊張するな。緊張しますね。いきます。はい、どうですか。15キロです。え、15キロ。15キロに感動しますね。新車ですね。なるほど。パーソナルナビゲーションシステムの登録やってみます。あ、やってみたいです。はい、
なのがドライバーパーソナリゼーションシステムです。はい。あとは CX タイプと変わったところで一旦やっぱりメリットがあるのは周りをぐるっと見渡すカメラですね。そう、あのスイッチの位置が変わりましたのでお気をつけください。これはバカです。この状態があの今まで使っていただいてた360度ビューモニターの状態になります。ですのでその状態でダイヤルくるくるっと回してみてください。それでフロントビューをより湾曲させてみしたり、あとはサイドビューに切り替えたり、これはこれまで従来装備されていた360度ビューモニターと一緒です。じゃあその状態でダイヤルを右にカチッと傾けてみていただいてもいいですか。カチッ、あ、ごめんなさい、左だ、左に。これがシースルビューモニター、新しいモニターになります。あ、そういうことか。なのでまるであのこれまでの360度ビューモニターはだいたい天井、屋根の上から映したような映像だったんですけど、はい、今のシースルビューモニターは車を見下ろしたような映像になるんですね。あ、そこ、はい、見えます。あ、でもこっからじゃ見えないですね。あ、すごい。進行方向のやっぱりボンネットが分厚い車なので進行方向のこの見えないところに何か物がないかなっていうのをちょうど映してくれる。でちょうどタイヤがありますけど、はい、サイドもタイヤ。ああ、こういうふうな今回カメラの切り替えができるようになります。じゃあハンドル切ると、わあ、これ昨日僕予習してきたんですよ。予習、いいですね。これが内輪差が見れるってやつですよね。はい、そのタイヤが通るところ。すごい。ああ、すごい。ありがとうございます。はい。あとは機能的に変わったところとしては、この天井サンルーフですね。あ、忘れてた。はい、そこのスイッチ後ろにカチッと一回操作してみてください。そうするとまず内側のすごい、これがあったから買いました。で、さらにそのスイッチを上にカチッと押してみてください。上に、はい、そうです。ちょっとこんな感じでオープンします。で、これをもう一回、その状態でもう一回後ろに、運転席と助手席の上側だけがオープンできるようになります。2列目の座席の上の窓は固定になります。はい、将来的にルーフレールとかつけたいなと思ってますか。うわ、つけたくないです。キャリアをつけると干渉しちゃうぐらいに開くんですって。あ、そうなんですね。ルーフキャリアつけたいって方はちょっと注意していただいた方がいいですね。はい、あとはどうでしょう、あのここは聞いておきたいなっていう部分だったりとかあったりしますか。なんかで見たんですけど、ワイパーが普通に手でやっても開けられない、はい、あの上がらないんですよね。そうですね。それの設定を、洗車をするときですね。はい、はい、ではエンジンを止めていただきます。この状態でワイパーのスイッチを手前にクイッキッとこう引っ張ってみてください。あ、ごめんなさい、上か、上か、上ですね。こうです。お、止まるんだ。エンジンを切った後にワイパーのスイッチを上にカチッ2回操作すると、はい、こういう風にワイパーが上がってくれます。そうすると洗車をしたいときに、すごい、できます。なるほど、はい、で普通の時は上げられないんですってことですもんね。普通の時にはここのボンネットが干渉してしまいます。なるほど、はい、なるべく空気抵抗を抑えたいのと、その視覚的なノイズを消すためにデザイン的にこういう風な仕組みにしてます。また戻すときには一回エンジンをかけていただいて同じ操作をすると戻ります。取った、こんな感じですね。ショッピングモール止めたけど鍵閉めるの忘れたとします。はい、ロック、あの南京錠のボタンを長押ししてみてください。そうそう、リクエストが来ました。すごい。で、遠隔操作で実は鍵を開けることはできないんですよ。閉めるだけしかできないんです。
じゃあ次、カーファインダーですね。あの車からこうフォンフォンフォンって Wi-Fi 見たら、はい、そのマークを長押ししてみてください。そうすると地図上にあれ今車どこに止めたかなって表示されます。位置情報が、あ、そうですね、まだあれですね、繋いだばっかりなので。なるほど、まだ繋がりきれてないところですね。繋がりきるとここに地図が出てきて出ます。こんな感じで出ますね。車が最後にエンジンが止められた場所っていうのが地図上に表示されています。すごい、はい。あとは、じゃあ駐車場の近くまで来たけど何台もたくさん車があるから分かんないという時にハザードがついているボタン、右下ですね、そこを長押ししてみてください。遠隔操作でハザードを10回、はいはい、つけることができます。おお、これでいいんじゃない。次何度の水準ぐらいで実際に使って助かったって話しました。5、6、7、8、9、10。逆にハザードをつけたままで車を降りちゃって消したいなっていう時はこのハザード消してるボタン、これを長押しするとハザードを止めることができます。はい、ありがとうございます。はい、でその他コネクテッドサービスというのはあのメンテナンス情報とかそういったのを見れるようになっているので、ご自身であのあと 何キロで走行何キロでオイル交換の時期だよだったりとかコネクテッドサービスの登録をしていればそれを見ることができるようになります。はい、CX8 にはなかったトノカバーが設定されたのでその使い方をご説明いたします。はい、これってこれでいきますか。あ、そうですね、ちょっと体感していただきましょう。センサーがこのセンサーの下あたり、この、パーキングセンサーの下あたり、この辺に足を入れて引く動作に反応します。引く動作なんです。なので横にスッて蹴っても反応しない。あ、引く動作ってました。そうなんです、引く動作。ずっと僕が見てたやつとかいつもやってました。こうでした、はい、あ、一応作動はしますけども、そのワンちゃんだったりとかが通っちゃういう危険性があるので、なのでこう後ろ側マイナス方向に行く動作で作動するような。じゃあここの下に足入れて、はい、引く上手です。初めての方ができないから結構で、今回3列目のシートはストラップ式になってます。結構簡単です。ストラップを引いて、引いたらですねこのヘッドレストが畳まれてくれるんです。これかわいいよで、そのまま前にポン投げてあげれば畳めます。ちょっとやってみてください。はい、そうです、片手でできる。参考に起こしたいときにはストラップを引っ張ってヘッドレストは手でやっていただきます。はい、こんな感じです。はい、で普段こうやってペタンと3列目のシートを畳んだ状態でトランクルームにするときにトランクルームの目隠しがあったらいいなっていうご意見が多かったので、今回こんな感じでこのカバーを付けしてます。ここのスイッチをこうこうしながら広げれるようになります。広げれるようになります、はい、でこの状態でここに引っ掛けます。そうするとこうやって固定ができます。でここにレールがあるので、はい、このレールですね、ここに沿ってこれで寝かしてになります。意外と後ろの車輪からのロードノイズだったりとかもカットしてくれるので、ああそういう役割、室内が静かになりますよという効果もあったりします。なので結構これ好きな方多いですね普段使わない時には
畳んでいただいて蛍光灯のように外せます。蛍光灯のようにして外したら両サイドをさっきのようにカチャンカチャンと縦短くします。はい、で短くした状態でトランクルームのこの下を閉じまえるようになってます。はい、あとは電源とかも結構ついてるのでアウトドアとかで使うときなんかにはすごく役に立ちます。噂のシラザン50なるコーティング、手塗りコーティングなんですけども、このトリプルテストをしたいと思います。3ヶ月、6ヶ月、1年試してみたいと思います。